こんにちは。船町で教育担当を手伝っております、あえと申します。今日はですね、シンポジウム、ちょっと時間が押してるんですけど、なるべく皆さんの意見をですね、聞いたりしたいと思っています。で、最初にですね、パネリストの方を、簡単ですがご紹介したい。それで、すでに経歴が紹介があった方はお名前だけでしていただきます。まず1番目は、坂東久美子局長であります。次は先ほど、スピーチいただきました金子元久先生です。で、次はですね、篠田信彦先生です。で、先生はですね、キヤノン株式会社の顧問とかいろいろな立場を、されております。それで電卓からカメラ、ビデオ、それから今流行りの一眼レフのデジタルカメラですね、そういうのの開発に、携わられた方であります、篠田信彦先生です。次の二方はですね、本学の、学生でありまして、一人は、高山博太さん、両方学部の学生2年生であります。これ全学学類専門学部代表者会議の座長を務め、情報学部の代表で2年生です。よろしくお願いします。次にですね、韓国からの留学生で、理工学部物理学部の2年生のジャン・マリさんです。で、彼女には韓国の留学生という立場からですね、ちょっとお話を伺いたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。それではですね、簡単にイントロダクションを兼ねて、こういうスライド、ちょっと小さくて恐縮なんですけども、本学のですね、学生の実態調査アンケートから、勉強時間、学習環境、授業内容についてだけお話しします。で、このアンケートはですね、平成5年からは5年おき、そして平成20年ですね、20年から2年おきに行っております。卒業時に学部学生、大学院学生の、にお願いしているアンケートで、回収率は極めて高い 80% という、そういうもの。たくさんの項目があるんですけども、一つですね、先ほどから話題になっております、本学、学部学生の平均的な一日の過ごし方ということで、赤いところに囲みました、授業出席のや予習復習、それから授業以外の勉強時間と、これが平成15年下から、6.9 時間ですね、それが平成22年でも、6.9 時間と。若干授業が増えて、勉強、授業以外は言ってますけど、トータルでは6時間から7時間勉強しているということです。で、これはちょっと非常に小さくて、恐縮なんで、そうですね、学習環境について、自分自身で学習できる環境は満足でしたかということで、91% の学生がですね、筑波大学の学習環境は満足だったということです。あと、授業実習、実験などの施設はどうでしたかという、これも82% ですね。が、勉強では欠かせない、贈答書館がどうでしたかというので、これも88% もあると。それから体育館やグラウンドについてはどうでしたか、これも 88% ですね。一応、本学の学生、卒業時に、聞いたところでは、学習環境については、このように、80数%以上ですね、満足度ですね。卒業が決まって、ほっとしたのもあるかもしれませんけども、こういう結果になります。次に、じゃあ授業内容はどうかということで、基礎科目ですね、総合科目とか語学、体育、情報、今芸術もやってますけども、授業についてはどうですか、これは 83%、満足度です。じゃあ専門基礎科目ですね、これ専門の基礎の勉強をするという、これも 88%、それから専門科目の授業についてはどうですか、これも 89% で、授業内容についてはですかなり満足がされている。ただ、授業内計画ですね、先ほどからお話しになって、シラバスの内容については、77%、これを
高いと見るか低いと見るかはいろいろ解釈できると思うんですけども、他の部分に比べてですね、やはり我々のまだ改善すべき点があるではないかというようなことがこの、調査から分かるわけです。これでですね、さっと非常に短いんですけど、イントロダクション代わりにですね、我々の大学学院の学生がどういう感じをしているかということを、話をいたします。で、イントロダクションとしては十分かなと思いますので、これで次に局長にお伺いいたします。よろしくお願いします。それでは私の方から簡単に、先ほどからたびたび出てきております、中央教育審議会、中教審の大学分科会、大学教育部会が3月に出しました、審議まとめの、考え方というのを少しお話を申し上げたいと思います。なぜ学習時間というのを問題にするのか、それでは他のそのこととどう関連してくるのかということに関しまして、ちょっと簡単に話を申し上げたいと思います。先ほどからDVD なども見ていただきましたので、もう時間が押しておりますので、ちょっとできる限り時間を節約してお話をしたいと思います。もう、ご説明を果たせていただきたいと思いますけれども、ちょっとパワーポイントの方が小さくなっておりますので、お手元の資料をご覧いただければと思いますけれども、先ほどからたびたび出ております、急激に変化をし、その予測が困難な時代になっていると、そういう中でその大学に期待されることというのが、先ほどからたびたびいろいろ話が出ておりました。それに応えるような大学教育のあり方はどう考えているかということでありますけれども、先ほどからもいろいろご指摘がありますように、大学教育について現在の状況に満足しているかということについては、残念ながらかなり、不安だという答えが、出ているわけであります。で、特にその企業の期待と大学での取り組みというところに、いくつかギャップが出るのではないかということでありまして、例えば大学の側では専門分野の知識をしっかり身につけるということについてかなりウェイトを置いているわけですけれども、企業 の期待というのは意外とその部分は少なかったりします。先ほどからいろんなお話出ておりますけれども、基本的な力の部分であったり、それから、例えばチームでやるような力をつけていく、経験をさせるということであったり、そういうところについてかなり大学との意識のギャップ、期待とそれから誰か考えていることとのズレというのがこう出てきているということであります。それから学習時間については先ほどから繰り返しお話がありましたので省かせていただきたいと思います。非常に少ないということが出ておりましたし、高校の時からというお話も先ほど出ておりました。そして中教審はこういうような状況を踏まえて、審議の3月のまとめとしましては、学習家庭教育の質的な転換が必要だということを出しているわけでありますけれども、先ほどから申し上げましたように答えのない問題を発見をして、それについて考え、そしてその答えを導いていくということについての必要な能力を鍛えていくんだということ、そして実習や体験活動とか双方向のやり取りというようなことを伴うような知的な基礎に植え付けられた人生の能力というのを身につけていくということが重要だろうということであります。そして学習家庭教育について、その能動的な学習の時間ということをどうか確保していくことが不可欠だと、授業だけではなく事前児童の学びというのが重要だということを改めて言っているわけでありますけれども、そういった学習時間の確保というのは学生の主体的な学びにとっても不可欠なんだと、それが大学教育の学びの本質なんだということを言っております。そしてその主体的な学びということは、それだけが課題なのではなく、ここをその注目をする、ここを起点とすることによりまして、実は大学教育に求められるいろいろなことをその変えていく、充実していくということが、いい循環に
なっていくということを流していく、進めていく必要があるんじゃないかと。この学習時間の確保、主体的な学びの確立ということのためには、学校プログラムの充実とか、学習支援環境の充実といったことも当然重要でありますし、それから、学習成果というのをちゃんと力が伸びたかということをきちんと把握をしていく、そういったことも重要であるし、それから当然のことながら教員の教育力というものをその高めていく、社会的デベロップメントなどによってということが重要でありますし、それから、当然のことながら教育の中身方法といったこと、また成績評価についてもしっかり行うということ、それから、カリキュラムの体系化というようなことを先ほど言っておりましたシラバスなどの実質的な中身の充実ということも重要になるわけでありまして、こういったことがこの主体的な学びを確立していこうと、そのためのその質を伴った学習時間を増加しようということに着目をして、それぞれいい循環で質的な転換、学習家庭教育の質的転換に好循環を確立していこうという流れになっていくということを期待をしているわけであります。そして大学だけではなく産業界とか社会のさまざまなステークホルダーと組んだ形で学びの充実を図っていく、あるいは国際的な支援になって、その海外も含めて勉強に従っていくということが重要ではないかということであります。そしてこれらの取り組みを行うためにさまざまな施策を本格省展開していかなくてはいけないのではないかということで、いくつかの点を指摘しております。これは文科省が考えることの、一つの例示を掲げておりますけれども、今日もご議論の中で、大学あるいは社会あるいはその行政がどういうことを考えてくれるかということについて積極的なご提案をいただければありがたいなというふうに思っております。そして3月にまとめを出しまして、これから、その議論をいろんなところで深めていただき、それから中教審の方でもさらに具体的な方策について検討を、進め深めて夏に方針を出していきたいというふうに思っておりますし、先ほどちょっとお話をしました大学の実行プランという中でも学習家庭教育の質的な転換、学生の主体的な学びの充実確立ということを本当に一番最初に掲げておりますので、この実行に移すアクションをさまざまなプレイヤーと共に行っていきたいという、そういった動きを掲げていきたいというふうに思っています。今日はぜひいろんなご意見をいただければ、特に学生さんに積極的な、提案問題提起をしていただければというふうに思っております。それでは特化会のご説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。篠田です。社会人代表っていうんですけれど、私先ほどの経歴の状態でありましたように会社の中でもいろいろ勉強しますので、私の発言が必ずしも社会人代表じゃないということで、ご承知ください。まず先ほど何のために勉強しているのかわからないとか学生さんの声があったり、確かに専門分野を、企業の採用の方が専門分野の、に対する期待は薄いとか言われてますけれど、なぜかっていうと、一つは企業が変わっちゃうんですよ。私の経歴見ていただいてお分かりのように5年以上も同じ仕事なんてやることないんですよ。だから必ずどん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 変わってっちゃいますから、今はどうかって言ってますけど、本当に5年後にどうかって言ってたのかも分かりません。そのようにして企業は変わっていかないとって言ってないんですよ。だからそういう意味で今グループバリの人材が必要だと強く求めてますけれど、5年経ったら分からないし日本の中でグローバル教育を必要としているかどうかということはまた変わる可能性があります。で、筑波大学にせっかく来させていただいたので3つ期待しています。1つは職業教育を徹底していただきたいということ
あと2番目には研究の充実、3番目には教育技術を伝承していただくと、この3つを作られるように私は期待しています。まあ、グローバルと言いますけど、日本は、まあ、研究士の時代から世界の動向を取り入れて、それをいかにローカライズして自分の社会の中に溶け込ませるかということが得意とする民族だったわけです。ですから、これからのグローバルのスタンダードって一つじゃなくて、その一つに沿うことが間違っているというのは、今現在いろいろなところで歪みが出てますよね。だからグローバルっていう一つのスタンダードがあるんじゃなくて、その中でグローバルに、出ている活動の中でどういうふうに日本もしくは留学生の方であれば母国に対してどういう貢献していくかということを考えるのがグローバル化を考えるということだと思っています。で、弊社が私が入社した頃からもう 70% の製品は、海外に売ってきたんですよね。だから必然的に海外と付き合わざるを得ないという状態に来ました。ただ80年代ぐらいに一緒に仕事したアメリカの、パートナー会社からで見るとですね、彼らのうちの 10% とかですね、それから現場で、管理職の中でも 10% ぐらいは外国人なんですよ。アメリカの会社っていうのはそういう会社だったんです。で、今弊社でもグローバルに企業と言ってますけれど、本社の中にじゃあ外国人がどれだけいるかというと、必ずしもそんなにたくさんいるわけじゃないんです。ですからグローバルというのは何の側面で言ってるのっていうのをよく考えないと答えが違ってしまうと思います。それで、まあ、筑波大学に3つの期待と言いましたのは、まず職業教育の徹底というのはまさに学生に対する責任だと思うんですよね。で、まあ職業生活における有意な義務を避けること、これも大学の機能の一番大事なことの一つだと思います。で、何をすればいいのというのはよくわからないんで、大学に習って良かったと思ったこと、私自身が良かったと思ったことを3つ挙げます。言いますけれど、私の成績が良かったわけじゃないから、ね、ただ一番目に良かったと思ったのは、英語教科書で、専門教育をやってもらって、それから英語レポートを出すという、課題がありました。で、これ会社に入ってみると本当にやるみたいな、英語の文献を読まなきゃいけないとかですね、それから外人とコミュニケーションを取っていけないというのがありますから、まあ、これは近年としては非常に良かったと思います。あとは2番目に教養課程で最新の科学、当時は生物物理科学とかが走り込んでですね、どうやって人間の体が動いているみたいな話をですね、教養で何も分からないと聞かされてるんですよね。それが40年ぐらい経ってみるとですね、自分の仕事に関係してきちゃったりした時に、全く何も知らないよりは、あの時聞いたことがそういうことだったのかみたいなのが10年後20年後に出てくるんです。それで、その人文系でも心理学とかですね、これユーザーさんのサーベイなんかで心理学的にはこういうことなのかみたいなのがあったりしてですね、やっぱり大学教育でなんでこんなの見てるか分かんないという疑問があるかもしれませんけど、何でも能力にとやっぱり学ぶことが必要だと思ってます。その時に何がいるかなって分かんないです。というのは、自分の仕事によっては何と A と B と C がくっつく場合と A と X と Y がくっつく場合とかいろいろあるんですよ。だからその何に結びつくってあんまり考えなくてもいいと思ってます。それから3番目には専門課程導入前のですね、専門における書籍講座、私の場合は講座だったんで、まあ、交流会の先生が世の中によって君たちの役に立つのは、交流会と電磁気学にしかないのとか言われまして、それはなぜかというと、確かにその時は分かんないです。で、いろんな科目もやりましたけれど、やっぱり立場が変わったりと原理原則に戻らなきゃいけないことが開発場面がありまして、その時はまさにその基礎であることを徹底されたことが良かったかなと思いました。で、その先生の一方はすぐに役に立つ知識は教えません。なぜかと、そんなのすぐ役に立つなくなるかということでですね、やはりそういう基礎科目、専門の基礎科目の充実というのは役
されてから感じたちょっと3つあります。プレゼンの、それからディベートの能力、それから3番目で一番大事なのは大学時代の学んだはずの知識が不足してました。確かに長くはずなんだけど忘れていたというのがあります。それから2番目、今度は、大学の研究の事実、これ社会に対する責任です。で、僕の言いたいこと3つ、これも3つです。世界的に大学研究に科学技術の収益化を求める傾向が今出ています、世界中の大学に。ただ2番目に言いたいことは、ノーベル賞の受賞をよく見てください。研究者が若い頃にやった研究が、10年経って20年経って30年経って初めて社会に有用だったということが初めて証明されるんですよね。そういう研究をやろうと思った時には、この長期的、3番目に長期的研究とか投資回収をすぐにしなきゃいけないようなテーマというのは資料になると非常に難しいんです。ですからそういう意味で大学研究ということを充実するというのは社会に対する責任だと思います。それで、まあ、責任を果たせるような施策というのは、まあ、皆さんいろんな専門の方が考えていらっしゃると思いますけど、私3つあるんです。1つは研究室ごとにですね、自由裁量の研究費を支給するべきなんです。で、JST にこんな厚い書類を出さないと、それの何かの研究費も出てこない。そんなものを審査する必要ないんです。なぜかというとですね、一番効率の悪い仕事っていうのは、奴隷労働なんですよ。人が見てなきゃやらないんだから。だから、やっぱり研究不動に10年、20年のテーマっていうのは、研究室の先生を信じて出さないと、難しいんじゃないかなと思います。で、もう一つは私、シドニーに行きましたけど、シドニーに囚人文化というのがあって、これはまさにそれだって。人が見てね、働かないんですよ。でも、面白いことだったら、どんどんやるんですよ。だから皆さんも、面白いことを見つけてもらうのが一番幸せだと。それから2番目に、読み方の充実というところですね、やっぱり、研究するべき先生、教育するべき先生が余計な時間を取られている。ですから日本人の農業省がなぜか海外の大学になったというのは、やっぱり研究に専念できる環境を作ってくれたということだと思います。ですから留学を充実しなければいけないということを含めて、何か先生方の、研究に対する充実できるバックグラウンドを作っていかなきゃいけないかなと。そのために3番目なんですけれど、まあ、今皆さんにいらっしゃるように同窓生、これから卒業して就職してさらにリタイアしていく、そういう中でやっぱり母校との結びつきの中でですね、やっぱり同窓生が自分の大学をサポートしていくというような仕組みであるとかですね、あとは同窓生が困った時に新しい知識をもう一回授けてもらえるような講座を大学も設けるということで、相互にやっていくことが必要かなと思っています。で、まあ、あとは3番目に行きますけど、教育技術の伝承ということなんですが、やっぱり次世代にいろいろなものを伝えていく責任があります。特に、ね、この筑波大学である以上はそこに大きな期待してるんですけど、まあ、私も2回ほど客員教授を教えさせていただいたんですけど、まあ、教えることっていかに難しいかというのは非常に痛感しました。で、企業の中でいろいろな説明するというのは目的が同じで非常に短期だから、そんなに苦労しなくてもあっという間にうんく伝わっちゃうんですね。だからもうやること決まってますから、非常にプレゼンにしてもやりやすいんですけれど、やっぱり大学に教育するというのはそういう意味では非常に難しいと思いました。だから2番目に言えることは、国力の根源というのはやはり教育なんですよね。で、3番目にはやっぱり教える人間の人格を練成しなければいけないなというふうに思うんですが、これ2番3番については答えは全く私持ってませんので、どうしたらいいか分からない。後でみんなと一緒に考えてみたいと思います。いいです。